突然すべて1945年からおかしくなってる。2% の日本人が、2% の日本人が世界中の薬の 30% から 40% を使っています。飲めば飲むほど骨が脆くなると。牛乳にはカルシウムが少ないんだから、骨がどんどん脆くなっちゃう。牛乳は百害あって一利なし、まさにその通りなんだけども、それを学校給食で進めてる。汗がかけないような低体温の子供は、バイキンが喜んでどん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 体が増えちゃうわけですよ。今のお母さんたちが自分の子供をがんにしたいなと思ってるお母さん一人もいないはずなんですよ。一、はい、人もいないはずなんだけど、やってることは子供をがんにするようなことを平気でやってるわけですよ。育児というのはその人が生まれる20年前から始まる、あるいは30年前から始まる。獣化作戦というのをアメリカ、だって日本人人という動物に合わない生活を保健所、教育委員会、大学で未だにやってるわけだ。奇形っていうのは体の方ばっかり考えてらっしゃる。脳の奇形どう考えるんですか。そういう異常行動は増えてくる。薬漬けになってるから病気が増える。薬漬けっていうのは医薬品じゃないですよ。日常生活の中に薬がバンバン入り込んでるから。要するに当たり前のことをしてれば病気にはならない。当たり前のことしてたんで、医者と薬屋はもうからない。それだけの単純なことですよ。がんを治すんじゃなくて、体を元に戻すんだから、がんだけじゃなくて、他の病気にもならなくなるじゃないですか。それが治療ですよ。